実質 GDP 二次速報。4。6月期は前期比0.5%増に情報修正。内閣府内閣府が8日公表したしむ月期の国内総生産。GDP 二次速報は前期比0.5%増と一時速報の0.3%増から情報修正された。年率では1.9%増。一時速報は1.3%増だった。 家計消費は前期費0.9%増。民間住宅は同2.1%増で一時速報から変わらなかったが、設備投資は2.3%増と一時速報の1.7%増から上揺れた。公的資本形成は1.7%減と一時速報の1.5%減から下方修正されたものの、 政府最終消費支出は1.3%増と一時速報の0.5%増から大幅に上方修正された。輸出は2.8%増。輸入は5.0%増と、一時速報からそれぞれ0.1ポイントずつ下方修正となった。ロイターが集計した GDP 二次速報の民間予測の中央値は前期比0.4%増。年率1.6%増。 設備投資は前期比2.0%増だった。